皆さんこんばんは。こんばんは。第122回の九州ベンチャー大学をございます。事務局の茅野と申します。よろしくお願いします。今日はですね、いつものごとく前半はですね、今日のゲストの方に1時間から1時間半ぐらい、話をしていただきまして、その後は、ここですね、日常パーティーの場にしますので、自由な、名刺交換ですね、の、時間を、まあ、2時間ぐらい取っていますので、ゆっくりお楽しみください。で、今日のですね、ゲストはですね、東京の方からわざわざ今日来ていただきました。新商社とかですね、先ほどちょっといろいろ聞いてたら、それだけじゃなくて、バジロのですね、親のいない、なんとか、なんとかする性風炎とかですね、の執刀たちとか、まあ、そういう、まあ、いろんな意味で、ハンディをですね、抱えた、子供とか、大人の方たち、もしくはもう末期がんで来年死ぬとかですね、その前にですね、なんとか旅行行きたいとか、そういう非常にこう、ある意味では、すごい、旅行代理店をやっている、ベルテンポのですね、高上さんという人を、社長に今日来ていただきました。で、もうさっきですね、ちょっといろいろ実は今回ですね、もともと私の、嫁さんというか受付やってる久米がですね、旅行関係で仕事ずっとやってまして、でかつまあなんというか、まあ、若干ボランティアとかですね、そういうのにも興味がある。それでたまたま私が、去年12月ですね、ガンブレ社長っていうですね、7月にゲストに来ていただきますけど、武田さんっていうメールマガジンで日本一の人の講演会に出ましたら、そこでですね、この高垣さんとお会いしました。で、名刺交換してちょっとこう立ち話したら、これなんかすごいな、直感で、で、ホームページとかいろいろ見てみたらですね、あ、やっぱこれはすごいなと、まあ、日本で、まあ、今一人だけですね、こういう新商社、まあ、障害者専門の旅行代理店をやってるのは高垣さんだけです。で、もともとは大分の生まれ で小さい頃ですね、父親が蒸発、2億借金かけて蒸発と、で、生活保護を受けて、なんだか過ごしていて、それから高校でですね、東京に行きまして旅行会社、2社ぐらい経験して、まあ、ボランティアでやっていた、そういった仕事がですね、まあ、仕事というか、そういうのが講じて、で、今からまだ4年前、5年前ですね、に、最後は日本旅行というですね、旅行代理店を辞めまして、まあ、一人で起業したという感じです。で、年間ですね、去年で、今、正社員は高井さん一人、あとはパートさんとかですね、在宅さんとか、の人たちと一緒にやってるらしいんですけれども、全ての旅行にこの高橋さんが同行するという形でやっているらしいです。車椅子の人とかですね、もう全然立てない人とか、去年で約1200人ぐらいのですね、まあ、旅行を企画してというかですね、もういろいろ聞いたら旅行だけじゃないですね、なんていうか、なんか、まあ、すごいですね。まあ、そんな感じで、まあ、今日は、まあ、自己紹介、まあ、どこで生まれてるからとかですね、そういった話をちょっと最初していただいて、今の仕事の実態、もう驚くっていうかですね、すごい話がたくさんさっき聞いてて、もうちょっと聞きましてですね、もうちょっと感動というかびっくりしました。もうだからこういう高橋さんみたいな人が将来、もう最低全国都道府県ですね、一人というか、そういう事業所、会社がですね、できていったら、これは絶対いいなというふうに、思いました、はい。というわけで、実はこういう本もですね、書かれています。で、これは皆さんの中で、まあ、ファックスで申し込めるし、インターネットのですね、Amazon なんかで検索したら、まあ、気軽にも買えますので、興味ある人はまた読まれてください。というわけで、バリアフリーのですね、旅を作る、ベルテンポの高垣社長です。ではよろしくお願いします。
作っていただきました。ありがとうございます。ベルテンポの高萩と申します。高萩のりとして申します。ですね、まあ変な名前なんですけれども、うちのその蒸発した父親がですね、しつけ残していた名前なんですが、なんか私次男なので女の子が生まれると思って、ゆかりっていうなんか紫って一文字だけ書いてゆかりってつけようとずっと決めてたらしくて、すごいいい名前だなと思うんですけど、男が出てきちゃったんで慌てて人名辞典を見てですね、でいいよこれでって付けたのがこれらしいんですけども、徳川の八代将軍吉宗の頭とお尻を取っていたらしくてですね、でその後まあグレて暴れん坊将軍みたいな人生を送っておりまして、今日はお邪魔しております。私も九州の出身でございまして、九州の大分で、高校卒業まで、暮らしておりました。大分商業高校という、今あんまり甲子園行かなくなっちゃったんですけども、私の代が最後でジャイアンツにいた岡崎さんが私の先輩なんですが、応援団として甲子園に行ったことに、あります。で、私は何者かというのは自己紹介からちょっとさせていただきたいんですが、今カレンさんに過分なご紹介を頂戴したんですが、ベルテンポトラベル&コンサルタンツという旅行会社、小さな旅行代理店を東京の新宿というところで経営しております。平成11年の6月8日に創立しまして、ちょうど今度の日曜日で丸4年で、今度5年目突入です。本当自分で作った会社が4年も持ったのは奇跡としか自分でも思えないんですけれども、いろんな方に助けられてここまで来ました。九州から卒業して、私最初は、電車がすごく好きだったので小田急電鉄という鉄道会社に就職しまして、最初、駅の切符から始めたんですけれども、その後車掌試験に受かりまして、電車の車掌を私5年間ぐらいずっとやっておりました。で、ロマンスカーというのがあるんですが、新宿と箱根とかに行ったり来たりしておりまして、でそれから、若気の至りでですね、なぜかその海外に飛び出したくなりましてですね、今だったらそんな無謀なことしないんですけれども、なんとなく海外に行きたくなって、時の上司にですね、ちょっと海外旅行がしたいので1ヶ月ほど休みをくれないかと言いましたら、非常に理解のある上司で、外の世界を見るのはいいことだから行ってこいと言ってですね、1ヶ月間年休をくれたんですね。で、当時ニューヨークまで格安航空券が、HS だったと思うんですけど20万4千円ぐらいしましてですね、そういう時代にっていうとお前いくつよと言われそうなんですけども、そういう時代にニューヨークに航空券1枚買っていって、でバックパッカーみたいにしてですね、ずっとアメリカのニューヨークからカナダの東海岸もさまよって輸送してたとマリアに行ってですね、で、こうなんていうんですかね、目から鱗というか衝撃を受けるというか、地球ってこんなに大きかったんだと、その新宿と箱根の間に行ったり来たりしてる身からするとですね、思い出しまって、で帰ってきた時に上司のところに早速行ってですね、すいません会社を辞めさせてくれと言ってですね、退職をしまして、でそれからカナダに私2年間ほどおりました。でカナダではツアーガイドという日本から来るお客さんを現地で案内するガイドをやっておりまして、カナダのカルガリーという町なんですけれども、で、戻ってきまして、日本旅行という旅行会社に潜り込ませてもらって、平成11年独立するまで旅行会社で働いておりました。で障害がある方の旅行をやるようになったきっかけは何ですかってよく聞かれるんですけれども、自分でもなんかよく覚えてないんですけど、強いて考えるとですね、カナダでツアーガイドをやっていた時に聴覚に障害がある聞こえないカップルの方がご夫婦でハネムーンにいらっしゃって、でその時に、その方のお世話をしたのが、自分の記憶の中では障害がある方との最初の接点だというふうに記憶しております。で、その時非常に、私はもうできませんので筆談でこういろいろやり取りしたんですけど、喜んでいただけて、いや障害がある人もこんな旅行を楽しんでるんだなっていうのを、本当に記憶の片隅にあったまま、帰国をで、日本旅行という旅行会社だってツアーの企画を担当していたんですけれども、そこでこうツアーを作って販売してるんですけれども、こう障害がある方が割と申し込んで来られることが多くて、ただ当時その旅行会社にはそういう障害がある方々を受け入れる仕組みっていうのがなくて、申し込んでは断り申し込んでは断りって目の前でこう連れてるので、旅行業で旅行のプロとして飯を食ってるのに、障害がある人が旅行に行きたいって言ってきてるのに、それを断ってる、これ何なんだろうなってすごく思っていたんですね。
で、どうもこうおかしいっていうか、これ変なんじゃないかなと思いながら、まあでもその大きい会社の中でなかなかそういう意見も取り入れられずに、じゃあまあボランティアでとりあえずやってみるかというぐらいの気持ちで、ちょっとご縁があって障害がある方の旅行相談、旅行会場というのも今から10年ぐらい前に始めたのが、まあ、きっかけだというふうに思います。で、旅行していく中で、すごくこう、まあ、車椅子として日本中こう電車乗ったり温泉旅館に行ったりですね、そういうことをしてたんですけれども、その中でこう感じたことはですね、まあ、一つは日本ってなんて障害がある人にとってこう、まあ、旅行がしにくい国なんだろうということをすごく痛切に感じたんですね。それはもう段差の問題もそうだし、その受け入れ先がすぐに拒否してしまったりとか、嫌な顔をされたりとか、そういう、まあ、精神的なストレスとかハード面の問題も一つありましたし、で、もう一つこう感じたのが、自分はボランティアの立場でこう障害がある人と一緒に旅行していくと、ボランティア活動されたことのある方はお分かりだと思うんですけども、こう、まあ、解除する側される側っていう、こう人間の微妙なバランスの悪さなんですかね。一つは障害がある方っていうのは何かをしようとするといちいち頭を下げてお礼を言わなくちゃいけないんですね。そこにあるものを取ってくれ、ちょっとあっちへ行きたい、トイレに行きたい、風呂に入りたい、ありがとう、ごめんなさい、ごめんなさいって言いながら人生を送ってらっしゃるんですね。で、我々はその頭なんか下げてもらって一緒に旅行がしたいからしてるだけなのに、その頭なんか下げてもらわなくていいんだけど、でもなんかすごくこうご自分たちをなんか社会の迷惑だみたいに思ってるっていうことを、なんかすごく変だなっていうふうに感じていたんです。で、ある日重度の脳性麻痺の方と一緒に長野に旅行に行った時に、まあ、2人でこう一部屋行って寝てたんですけども、で夜お酒飲んでて私眠くなったから寝たんですけど、夜中に起こされたんですよ。高井ちょっと起きてくれって。で、私すごいびっくりしてトイレかと思って、どうしたんですかって言ったら、ビール飲ませてくれって言うんですね。俺喉が渇いたからビール飲ませてくれって、ご自分では飲めないってストローで飲んでいたんですけど、で、いやふざけるなって、俺もう寝てるんだって、その時応援歌をしたんですね。で、その時にやっぱりそのボランティアの限界っていうのを感じたんですね。自分は、まあ振り返ってみるとすごく善意でいいことをしてるって、すごい偽善的な気持ちもあったりして、で、彼らとよくよく話し合ってみると、だからいや、俺たち旅行に行きたい時に、自分が旅行に行きたいって思っても旅行会社は受け付けてくれない。そうするとボランティア団体が企画する旅行だったり、福祉の領域で旅行しなくちゃいけないんですね。そうすると常に頭を下げ続けないと彼らは旅行ができない。で、僕たちだってお金は払うよ、払うから普通にしてほしいんだ、お客さんとして扱ってほしいんだって言われたんですね。で、やっぱりそのことがすごく自分にとってはショックで、で、そのことがずっと尾を引いていて、で、やっぱり心のどこかで、なんかやっぱりこれっておかしいよなっていうふうに、こう、もやもやした気持ちを持っていたんです。で、そういう中で、まあ今から、5年ぐらい前に、4年前ですか、まあ、自分は旅行会社にいるんだから、大きい会社で何かできないかなと思ったんですけど、やはりその大きい組織の中で自分が歯車として働いていることの限界っていうのはもう自分自身で身に染みてましたし、私はもともと暴れん坊将軍なので、こうサラリーマンが向かないんですね。で、その優しそうな方ですねとかよく言っていただくことはあるんですけれども、その某日本旅行時代は課長の胸ぐらつかんで応援したことないから、うちではほどじゃなくてですね、もう手の分からずやとか言いながらですね、加山さんほどじゃないですけど、蹴りはいいですけれども手は出た方なんで、そのぐらいやっぱり、こう組織というものがですね、向かわなくてですね、で、なんだかんだ言って、その口で言ってるだけじゃしょうがないので、じゃあそういうサービス、サービスですね、障害がある方に旅行サービスというものを提供してお金をいただく、彼らを消費者として見るっていうものが当時日本にはなかった、今でも日本にはないと私は思ってるんですけれども、で、じゃあどうするかっていう流れで、自分で作ればいいんだっていうふうに思ったんですね。さっき加山さんからのこう起業っていうのは昔から決意されてたんですかっていうのをお伺いしたんですけども、自分はそのベンチャースピリッツがあるわけでもないし、起業家として何かものすごい熱意を持ってるわけでもなかったんですけども、自分がやりたいこれだと思ったことは今の日本になかったんです。じゃあ自分で作っちゃえばいいやっていうぐらいで開業したのが2年前でした。ですから開業してみて、私がその日本旅行を退職するときにですね、胸ぐらつかんだ上司のところに行って、実は退職したいんですって言ったときの上司の嬉しそうな顔が今でも私は忘れられないですね。本当に嬉しそうでしたね。
そのぐらい、まあ、あの私っていうのを部下に持つっていうことは大変だったんだろうなと思うし、今はあのその上司はうちの事務所まで来てくれ寄ってくれたりして、すごい今でも応援してくれるんですね、頑張れるなって今でもあの言ってくれるのですごく嬉しいんですけども、あの辞めてからもあの日本旅行って会社だったし、バリアフリーのコンサルタント契約とかでも済ませていただいて、で同じだと思ってるんですけども、その日本旅行という旅行会社でバリアフリー旅行をやるときのアドバイスを今させていただくっていうのを僕もやらせていただきます。まあ、あのそんなきっかけで、旅行を始めるようになったんですけれども、あの障害者旅行っていうとなんかすごくこう、なんていうんですかね、あのかわいそうな人たちを連れて行ってあげてるみたいな構図が強くて、私そういうの大嫌いなんですけれども、どういう仕事をしてるかっていうのをちょっとあの皆さんにご紹介をさせていただきたいと思っています。昨日もちょっと別のセミナーがありましてですね、旅館さん向けのセミナーなんですけども、うちは一応旅行業の免許を持ってますので、免許持ってないとあの潜りになっちゃいますので、普通の旅行会社、例えば、まあ、あの大手の JTB さんであるとか、私の出身 の, その日本旅行であるとかですね、こういう旅行会社っていうのは、旅行商品を販売してるんだと思うんですね、販売してるから旅行会社なんだ。で、まあ、旅行商品として捉えるとですね、店頭にパンフレットの名前でお客さんがハワイに行きたいと言われたらどれにしますか、どのホテルにしますかということで、旅行を売って終わりだというふうに思うんですけども、これ時系列ですね、当社に連絡をしてこられるお客様、うちの会社は口コミと紹介がほとんどなんですけれども、今新規のお客様はもう8割近くがインターネットのホームページから問い合わせしておられます。で、すごく面白いというと失礼なんですけども、傾向としては、あの私は障害者なんですけれども、旅行に行けますかっていう、旅行に行けるかどうかの問い合わせなんですね。私はこれこれこういう障害なんだけれども、家族に寝たきりの、まあ、父親がいて、去年から要介護の重みになってしまって動けないんだけど、旅行に行きたいんですっていう意思表示ですね。旅行に行きたい。で、ほとんどの、お客様は大体他社で3社から5社ぐらい断られてます。JTB 断られ、日本旅行断られ、東京観光断られの転々として、最後に、当社になっています。で、旅行に行きたいんです。で、行けますかね。で、うちの会社が、旅行を引き受けする条件っていうのはですね、2つありまして、1つはその障害のあるご本人が旅行に行きたいっていう意思表示をしてらっしゃるから、行きたい、死んでも行きたいなと思っているからですね。で、もう1つはドクターストップがかかってないかどうかです。この2つをクリアすれば、障害が重いか軽いかっていうのは旅行に行く行かないっていうこととは実はあんまり関係がないというふうに私は思っているんですね。障害が重いから行けないとか、そういうことではないというふうに、で、旅行に行きたい。で、じゃあ、どちらに行きたい、ご希望ありますか、どこでもいい、行けるんだったらどこでもいい、じゃあ、いつにしましょうか、いつ頃のご予定ですか、いや、いつでもいい、大体、まあ、ずっと家にいらっしゃる、じゃあ、大体のご予算はいくらでもいい。不景気の本日、こういうお客様が、大勢いらっしゃるんです。もう当社に問い合わせて来られる方の7割から8割ぐらいはもうこのパターンなんですね。で、ちょっと余談ですけども、あまりにその他社から断られてる方が多いので、うちのホームページにですね、今度こうコンテンツの中に他社で断られた方っていうビデオが載ってるんですけど、そういうのチラシありますよね、あれちょっとうちも使ってみようかと思うんですけど、そのぐらいこう断られてしまう。で、まあ、そう、うちの会社のプレッシャーっていうのは、もう他で全て断られてますから、うちが断ってしまうと最後通告なんですね。その方は死ぬまで旅行に行けないということが、まあ、判決が出てしまうんですよ。ですから、そういう意味では行きたいっていう意思をいかに叶えて差し上げるかっていうことについては、やっぱりもう全力を尽くすっていうことは、まあ、うちの会社の使命だというふうに思っています。で、旅行に行きたいっていうことを大体おっしゃっていただいて、
でいろんな話し合いの中で、まあ、夢は海外旅行だとおっしゃられた方がいたとします、まあ、いつかはハワイに行きたいと妻が話してるんですよねという方がもう今から4年ぐらいの付き合いのお客様がですね言ってこられたんですね。で、この方はあの奥様が、車椅子を使われていて、で今からその5年ぐらい前に、まあ、ずっと頭痛持ちだったとおっしゃってた方なんですけども、その脳内出血を起こしてしまって病院に搬送されたのがすごく遅かったために、まあ、緊急病院に運ぶんだ時にお医者さんからあの命は助けますけれども植物人間は覚悟してくださいご主人が言われたそうなんですね。でもう本当に覚悟を決めて、でも命だけは取り留めて、でずっと、病院に入院されてて意識が戻ってきて、リハビリができるまでになって、で病院でずっとリハビリの生活をされてたそうなんです。で私入院したことはないのでわからないんですけども、そのリハビリをする際にあの1日30分というリハビリの時間が決められていて、はいリハビリの時間ですよ鈴木さんって呼びに来られて、でこう廊下を行ったり来たりして、はいお疲れ様でした、じゃあまたベッドで休んでくださいねっていうのをずっと繰り返してますね。でご主人がこんなのリハビリにならないじゃないか、でリハビリの時間以外は危ないから寝ててくださいって言われてそうなんですね。でいやもっとリハビリさせてくれって言ったら危ないから連れ出さないでくださいって言われて、でご主人はあのこんなんじゃダメだ、で旅行に行きたい、もう一度妻を連れて旅行に行きたいって思って、でうちの会社に相談をしてこられた。でこのお客さんはたまたま九州のご出身で、雲仙の方で同窓会をやるから、それをまあきっかけになんとか連れ出したいんだっていうご相談になって、でうちの方でいろいろこう症状を聞きながら、決済をしたんですけれども、病院の退院許可が出なかった、外泊許可が出なかったんです。で、責任が持てない、病院として責任が持てないので、もし旅行に行くってあなたがおっしゃるんだったら退院して行ってくださいって言われたそうなんです。でご主人はもう本当に悩みに悩んで、でそこで、まあ、プロの医者にそこまで言われちゃったら自分も勇気がないけど、でもここで旅行に行かなかったら一生ベッドの上で妻は死んでいくだろうなと思ったらしいんですね。で本当に悩みに悩んだんだけども、で今でもあれが人生の最大の決断だとおっしゃったんですけど、退院させて、で、雲仙の旅館に、まあ、旅行に行くっていうのをうちがお手伝いしてで行って、ものすごく喜ばれて、まあ、元気になって、で外泊する、まあ、あの成功体験を持ってたんで、じゃあ次はどこにしよう、その次はどこにしよう、今度は飛行機に乗るということで、少しずつこう旅行に行くステップアップをしていかれたんですね。でもう本当植物人間だった方がなんとかリハビリやってたような状況ですから、当時は4年前の車椅子からもう全く立ち上がることができないぐらい、こう立ち上がろうとすると崩れ落ちてしまうような、最初にお会いした時はそんな感じだったんです。でもう本当に元気になられて、で念願のハワイ旅行に去年11月にご一緒してきたんですけれども、その時はあの、まあ、ハワイの百貨店がこうあります、ね、あのショッピングモールがあって、奥様に何か買いたいものありますかって言ったら、化粧品が買いたいのっておっしゃられて、であれなんであのお持ちじゃないんですかって言ったら、もうその4年前に入院した時に所持品を全部取り上げられてしまって、でそれから化粧品をなんか持ってなかったらしいんですね。でそれが買いたいっておっしゃるから、でああそうですね、じゃあどっかで見つけましょうねって言って私は忘れてたんですけども、たまたま百貨店の中を通ってあの1階に化粧品を見てたんですけども、そこであの私もその時奥様の車椅子をしてたんですけども、突然車椅子を足で止めてですね、あれどうしたんですかって言ったら、スクッと立ち上がって杖も使って歩き始めたんですね。でそれを見てご主人もものすごくびっくりしてたんですけども、その4年間かけて植物人間を選択された方が、まあ、旅行リハビリの手段として立ち上がって歩いてしまう、でハワイから帰ってきて次のテーマは今度は車椅子を置いて旅行に行くことですねっていうところまでやっぱり元気になっていただけたっていう、そういうあのお手伝いをしています。で、まあ、私はこの会社を作ってすごい約束だなと思うんだけど、どんどん元気になっていく方と本当にご一緒しているんですね。でベルテンポはこのお客様のケースの場合何を販売しているのかっていうと、ハワイっていう旅行商品ではないというふうに私は思っています。でこのお客様にとって、ハワイへ行く航空券の手配をするとか、ホテルの予約をするっていうのも本当に仕事全体の最後の 5% ぐらいなんです。で、このお客様が最初に鈴木様が申し込んでもらえた時に何を目的とされているかっていうのは
旅行を通じて奥様が元気になられた姿を見て、少しは妻の孝行ができたなって喜んでらっしゃる自分の姿をイメージされてるんですね。これがこの鈴木さんがうちに申し込んでおられた目的なんです。ですから旅行っていうのは手段に過ぎないんですね。我々はその手段、まあ、とかツールですよね。こういったものを我々は目的達成のために、側面支援、横からこうお手伝いしながらですね、マラソン走ってるマラソンランナーに横から頑張れ頑張れって言ってると一緒ですね。そういうスタンスでこうお手伝いをしているっていうのが我々の、スタンス、会社の、まあ、運営スタンスです。ですから、すごく変な話なんですけども、販売してるのは旅行ではないので、例えば今旅行業界ってもう激震が走っていて、イラク戦争だったりとか、あと SARS の影響とか大打撃を受けていて、でも本当に大変なんだと思うんですね、旅行業界は。で、本当に人事のように言うんですけれども、当社は全く影響を受けていないんですね。で、なぜかというと販売しているものが旅行じゃないからなんです。で、まあイラク戦争もやばいなと思ったし、SARS はこれシャレにならないかなと私もテレビ見て思ったんですけども、でもその後も電話の問い合わせとか予約って入り続けるんですね。で、さすがに中国に行くお客さん今いらっしゃらないですけれども、まあ、だから海外旅行を出り換えるっていうような、そういう動きはなさらないんです。で、なぜかっていうと、カナさんおっしゃって来年があるかどうかわからないって皆さん思ってるんですね。で、今ならいけるけれども、来年自分が同じ健康状態でその旅行に行けるかどうかっていうことは誰にもわからないんです。で、そのことをご自身がやっぱり一番よくわかっているので、今行くきっかけが目の前にあるチャンスがある。で、このチャンスをつかまなかったら次いつチャンスがやってくるかわからないっていう危機感をすごく持ってらっしゃるんですね。ですから去年もニューヨークでテロがあった4日後ぐらいにカナダ行く旅行が計画されてたんですけれども、で、その後海外旅行が何本か入っていて、私はテロ のニュースを見たときに、ああ、もう今年は全滅だと思って次の日から電話をかけ始めたんですけども、去年テロの後、年内の旅行で海外旅行に停止されたお客さんは一件もいない、一人だけキャンセルされなかったんですね。全員や行きたいっておっしゃるんですね。で、やっぱりそのぐらいこう行きたいっていう思いが強いっていうのを、やはりその仕事をさせていただいてて、すごく強く感じます。で、もう一つちょっと旅の事例なんですけれども、これもハワイの話なんですけれども、やはり、他社で断られた、これは他社から紹介ですね。大手の旅行会社さんって結構うちを紹介してくださってですね、紹介っていうと聞こえがいいんですけど、多分たらい回ししてるんだと思うんですけれども本当JTB から電話番号聞いたんですけどとか、お客さんすごく多いんですから、ありがたい話なんですけど、なんかあちらはあちらでお客さんいないいないって言いながら、でもなんでお客さんをこうお断りしてるのかなって思うんですね。で、ちょっと今障害が重い方の話してますけれども、私が感じる限りでは、まあ、JTB とか日本旅行みたいな大手の代理店がもうちょっと詳しくじっくり話を聞いてあげれば、旅行に行けるであろうお客様っていううちのお客様であれば7割か8割ぐらいはそうなんじゃないかと私は思うんです。彼らも旅行のプロなわけだから、話を聞くっていうその相談の部分もですね、きちんとプロの仕事として機能させていれば十分対応できるんじゃないかというふうに思う方をどんどん紹介してきてくださるんです。で、この方の場合はちょっとさすがにDTさん無理だろうなと思うんですけれども、ハワイに行きたい、この方行き先がはっきりしていて、ハワイに行きたいっていう頚椎損傷といって交通事故で首の骨を折られてですね、首から下が全麻痺で電動車椅子なんだけれども、家では完全寝たきりですね。もうご本人言いませんと自分は生きてるだけでっていう方 で自分は首から下が全く動かないんだけれども、ハワイに行きたいんですよ、おっしゃられて、で、さっきのうちの基準でいうと本人が行きたいと強く希望していらっしゃって、で、物価ストップは特にかかっていない、まあ頚椎が損傷しているというのは心房性の病気じゃないですから、動けないということ以外には特段問題がないんですね。で、ご本人が行きたいっていう、で、奥様がいらっしゃって、で、息子さんもいらっしゃるんですね。じゃあご家族でご旅行ですねっていうふうにお伺いしたら、いや、妻を置いていきたいんですとおっしゃるんですね。妻は置いていきたいんですとおっしゃるんです。
で、どういうことですか、解除の問題とかもですね、うちは解除者の斡旋というのはしていないので、その解除のところとか、トイレの解除の問題があって、で奥様、お伺いしたら、家ではもうずっと奥様は24時間全部解除されてるんですね、食事とかお風呂とか、あとトイレですね、もう全部奥様がやってらして、で10年前に交通事故で、首の骨を折られているので、10年前からずっと奥様が解除してらっしゃる。でご主人に、いや、せっかくだから奥様もご一緒されたらいいじゃないですか、旅楽しみましょうよっていうことを言ったんですね。で、ご夫婦はなんか昔サーファーだったそうで、よく波乗りにハワイに行っていて、でその10年前にハワイに波乗りに行って帰ってきてすぐ交通事故になってしまって、もうそれっきりどこにも出かけなくなってしまったって話を伺いしたんです。だから、じゃあ物事を一緒に行きましょうよって、もしあれだったら私天然にご一緒しますから、みんなで楽しく旅行しましょうって言ったら、いや、妻を置いていきたいんです、ね、でどうしてですかって聞いたら、交通事故で首の骨折ってからもう10年間その奥さんの人生、介護の人生だ、10年間ずっと24時間介護し続けてくれてて、妻を休ませてあげたいんだって言うんですね。1週間でもいいから休ませてあげたい。福祉用語でリスパイトケアっていう、その介助する側の方が休むっていう女性の用語があるんですけれども、奥さん1週間でもいいから解放してあげたいんだ。で、それが一つの目的で、もう一つの目的は、自分はもうなんか生きてる意味もあんまりないんだけど、その奥さんと距離を置いて離れた状態でなんか生きてる価値があるかどうか自分は確かめてみたいっていうふうになるんですね。で、あ、そういう理由だったらもう喜んで、じゃあそうしましょうって言って、で、一つだけ問題が起こったのが、ご主人がその下の話なんですが、血液を損傷してしまっていると自力で排泄ができないんですね。ですから、適面って言うんですけれども、大きい方の、模様数、あれもない、自分では分からないので書き出してあげないといけないんです。で、それを3日に1回やらないといけないので、1週間旅行すると2回それをやらなくちゃいけない。で、現地でハワイでそういう看護婦さんの派遣を手伝うこともできるんですけども、言葉の問題とかもあるので、それをどうしようかっていう話が最後に残ったんですけれども、ご主人ですね、もしやれなかったら私でよかったらお手伝いしますよ、素人でもできるんですかって話を聞いたら、できると思うけどやってくれますかっていうことだったので、で私知り合い のうちの会社の面倒見てくださってる看護婦長さんがいるんですけれども、お医者さんのとこ行って、で看護婦さんに疑念やりたいんですけど素人でも大丈夫ですかって、そのリスクを、で練習すれば大丈夫だと思うよって言ってくれたので、ご自宅まで2回ぐらい様子を見に行って、1回目は奥さんがやってるのを見てですね、で2回目の訪問では今度練習させてもらって、で、これで OK だねっていうことでハワイにご一緒したんです。で、サーファー、息子さんもサーファーなんですけども、息子さんはボードを持って行ってですね、で向こうで、じゃあこのハワイ旅行何しますか、だからご主人が、波が見ない、じゃあ見に行きましょう。で、明け方の4時半ぐらいに起きて、なんか波って朝じゃないとよくないらしいんですけど、車を飛ばしてですね、で、波を見に行って、息子さんが向こうで2人で波を持ってるのを6時間ぐらいぼーっと見ていてですね、で、それを4日間繰り返したんですね。で、他に何かすることありますか、観光地とか行きますか、波だけ見ればいい。で、ハワイの波をずっとご覧になっていて、で、向こうから奥さんに電話したんですね、ちょっと様子だけでも伝えましょうよ。ご主人は恥ずかしがってたんですけど、で私が奥様に電話をしたら、もうすごく喜んでいるというか、弾けた声でですね、高木さん本当にありがとうございます、もうで今何してるんですかって言ったら、なんかショッピングセンターの買い物に来てる、もう買いまくってるんです今って言ってたんで、で明日から友達と温泉旅行行くんですよっていうふうになんかおっしゃっていて、でもう本当に涙声ですごい喜んでらっしゃってって言って、でもう本当高井さんのおかげでこんな楽しい時間が過ごせたと奥さんも言ってくださって、ね、ご主人もそれを聞いてすごく嬉しかったみたいなんですね。で、なんかうちの会社も山あり谷ありなんですけど、この奥様と電話をした時に私はベルテンポっていう会社を作ってよかったなと思ったんですね。なんか自分がその、思いつきで作って経営のセンスもノウハウもないのに会社立ち上げて試行錯誤しながらやって、でもうちの会社があったからそのこういう体験をしてくださった方が一人いるだけでも、なんかもうこれでもし会社が潰れちゃっても
なんか会社作ってよかったなってきっと思えるかなっていう、そういう瞬間だったんです。で、本当にあの喜んでいただけて、で、ご主人が向こうでおっしゃってた言葉がすごく印象的だったんですけど、あひさん、なんか俺こう生きてるっていう意味っていうのかな、なんかそれがこう取り戻せたような気がするんですね。で、ほとんどご自宅から出ないそうなので、1ヶ月間ずっと天井を見て暮らしているんですね。動けないですから。で、あの入浴とか排泄の時だけこうリフトで吊り上げて、すごく体が大きかったのでお風呂入れてもらったりして、で、まあ生きてることに何の意味も価値も見出せてなかったんですね。で、もう人生も諦めてたんだけど、なんかハワイに行って波を見て、あ、その自分の意思で何かをするっていうことがまだ自分にはできるんだなっていうことを、なんかあの確認できたとおっしゃってくださったんです。で、そのまあ生きることの意味っていうとすごく大げさなんですけども、やはりうちのお客様でその生きることの意味っていうのが分からなくなっている方っていうのはすごく多くてですね、あのそういう意味ではすごく象徴的なお客様だったというふうに思っています。まあ、あのさっきあの花田さんが会社さんとかは旅行業じゃないよね、なんだろうね、なんだろうねって、私も旅行業だという認識は自分では全然持ってなくてですね、だからあの旅行業の大手が障害者旅行に参入してこられたらどうするんですかなんて取材者の方が、ご取材に来られる方があのおっしゃることあるんですけれども、参入してくるはずがないんですね。あの業態が違うんです。で、旅行業でないことはもう自分で信じて、でまあ、すごくおこがましいんですけども、旅行業という業態ではできない仕事だというくらいの自負心を持っているんですけども、じゃあ何に近いのかなっていうと、よくわかんないんですけど、一番近いのは私は宗教じゃないかと思うんですね。宗教あの別に私あの怪しくないですよね、あの特定の宗教がどうとか全然ないんですけど、この間あのうち、まあ、なんとか経営黒字が去年3月の決算で出たか出ないかっていうぐらいの、そのぐらいでまだいい日やってるんですけども、中小企業診断士さんにこう経営診断っていうのがあって、まあ、数字出してこう、まあ、相談無料、区の無料相談に行ってきたんですね。そしたら女性の、まあ、40代ぐらいですごく元気な中小企業診断士さんだったんですけども、私の顔を見るのに何て言ったと思います、診断士さん最初に言った言葉、あんたね神父さんになりなさいって言ったんですよ。洋服着せたらあんた神父さんそのものだ、商売できるわよ。で、なんか、まあ、なんであの私、経営診断に来たんですけどとか思ったんですけど、なんかそのぐらいこう言ってることが宗教がかかってるって言われて、ちょっと気をつけなきゃなと思ってるんですけど、なんかやっぱり、あのうち、ベルテンポの後ろにトラベル&コンサルタントってつけてるんですけども、今、そのコンサルタントとして、いろんなカリスマの方がいらっしゃって、マーケティングの話をよくしてくださってますけども。私がこの旅行トラベル&コンサルタントですけども、その旅行のコンサルティングをお客様向けにしたかったんですね。旅行に行きたいけど、どうしていいかわからない。で、今の旅行業界が私がダメ業界なのは、やっぱりここの部分を放棄してるからだと思うんです。で、今 SARS とか戦争でもう客足が遠のいて、大手の旅行会社が何をやってるかっていうと、まだ安売りしてるんです。もっと下げてる。これ以上どこまで下げるのよっていうぐらい、まだキャンペーンとかいながら値段を下げてるんです。で、キャンペーンして値段下げたって、その出に帰ってる人の足は戻らないと私は思うんですね。だけど、その私がやってる仕事って、お客様が障害者でなくても私はハマると思ってるんです。どこに旅行に行きたいか、すごく明確に意思を持って旅行に行かれる方って実は少ないんじゃないかと思うんですね。旅の目的っていうのは、その旅行の行き先に行くっていうことが目的ではなくて、行った結果何かを得たいというふうに思ってるんだと思うんですね。ですから、例えば当社の中でその親孝行がしたいっていう相談をしてこられる方がいて、で、まあ、自分の親がまだ生きてるうちに1回ぐらい温泉に連れていかないと、ちょっと今死なれちゃ困るっていうような、そういう相談を受けるときっていうのは、もうまさしくそのコンサルティングだというふうに私は思っているんですね。ですから、その辺の相談っていうのは、なんかもう旅行業の人たちが旅行のプロとして飯食って給料もらってる、もうちょっと頑張ってくれよって私は思うんですけれども、そのぐらいやはり私としてはここのところに力を入れてるつもりです。ですから、
たまたま私は旅行でずっと生きてきた人間なので、自分の最も得意とする分野は旅行ですから、その切り口で何かお役に立てることはないかなというふうに思っています。で、さっきちょっとその生きる意味っていうようなことのお話をしたんですけれども、うちの会社は設立してまだ旅行中に亡くなってしまったお客さんではいないんですけど、お客さんに最後にこう聞く言葉、うちの会社で最後に確認する言葉があるんですね。で、例えば、やっぱり脳血管障害ですごく重度なところから開発された方と、アメリカのロサンゼルスに旅行に行った時に、グランドキャニオンにオプションで行こうっていう話になって、で、行かれたことある方もご存知かどうか、セスナ機、すごい小さいセスナ機で行くので、高いところを飛ぶためにその空気が薄くなるんですね、全部。で、心臓のペースメーカーに出てる方がいらっしゃって、で、看護師さんに相談したら、いや、好ましくないからお勧めしないって言われたんですね。やっぱりそのペースメーカーに出てらっしゃる方は、急に空気の薄いところが上がっていくと、まあ、どうなるかわからないみたいな話をしたんですけども、本人はもう絶対来るって言うんですね。で、すごく困ってしまって、で、死んでも行きたいですかって、これはまあ、うちが確認する最後の言葉なんですけど、その旅行には死んでも行きたいかって聞くんですね。で、ほとんどの方は、もちろん死んでも行きたいとおっしゃるんですけども、その方がこう切ない気に乗られたときに、まあ、前の方の席に乗ってらっしゃったんですけど、私一番後ろに乗っていて、離陸してしばらくしたら、なんかこう、ガクンとなってしまったんです、その方が。で、すごい小さい飛行機なので、そのシートベルトを外するわけにいかなくてですね、他の方ともすごい心配して、でも、死んじゃってたら嫌だから声もかけられないし、どうしようとか言って、で、着陸したら着陸達者を聞いて、その方、目を覚ましてですね、で、まあ、寝てらっしゃったんですけども、で、すごくまあ、そんなことがですね、でも死んでも行きたいとおっしゃって、で、グランドキャニオンの景色を見たときに、この方が、いや、俺生きててよかった、本当に生きててよかったとおっしゃったんですね。で、まあ、その旅行に行くときに、じゃあ、行かれるときはいいですか、行きの飛行機で死なないでください、死ぬときは帰りお願いしますよ、そうすると私も遺族の方にも笑って話ができるのでって言ったんですけども、ちょっと医療関係者の方がいたらですね、そんな危ない橋渡ってんのかって言われると困るので。リスクヘッジはちゃんとしてるんですけれども、そんな感じなんです。で、旅行中亡くなった方っていらっしゃらないんですけれども、会社を作ってて、すごく悔しい思いっていうのを何度かしたことがあって、で、旅行の準備をしてる間に亡くなってしまった方っていうのが2人いらっしゃるんですね、この4年間で。で、1人は24歳の男の子で、先天性の重度障害を持ってらっしゃっていて、でも本当、毎月すごい障害だったので、経管栄養。鼻からチューブで食事を取ることしかできないような重度障害の方で、で、お母さんが一生懸命いろんなところに連れ出していて、で、うちの旅行にも参加してくださってたんですね。で、夏に海水浴、海に行きたいって言って、海水浴に一緒に行って、本当に小さな旅行だったんですけど、実際海の中に一緒に入ってもらって、で、帰りに、フェリーでこう帰ってくるときに、花火が見えたんですね。で、その後、まあ、生まれて初めて花火を見たので、また花火が見たい、花火の企画やってよって言われて、で、私その時ものすごく忙しくて、じゃあまた来年やりましょうねって言ってしまったんですね。そしたら去年の11月に、まあ、亡くなりました、ハガキお母さんから言ってありがとうございましたっていう。で、まさか亡くなると思ってなかったので、まあ、病状はすごく重い方だったんですけど、元気だったので、すごくなんかこう頭を殴られたというか、その自分の忙しさの中では今年花火見なくても、まあ、夏でもうシーズンも終わっちゃったから来年にしとこうかっていう、すごくうかつな先送りを自分がしたために、彼はそれが最後の花火になってしまって、なんかもう一度花火を見せてあげられなかったっていうのは、やっぱり自分の中ではもう本当に悔しくて、この時はもう泣きましたね。もう本当に悔しかったです。そのぐらい悔しい思いをして、でもう一つは親孝行がしたいっていう50代ぐらいの男性の方がちょっとあるところで知り合って、それもセミナーに来てくださった、講演に来てくださったお客様が、いや実はうちの母親がもう末期がんで、あと何年か分かんないんだけど、まあ旅行行こうって言うんだけど、本人はもう痛がっちゃって、で迷惑かけるし行きたくないって言ってたのが、ある時に行こうかなって言い出した。でもうこの時を捉えるしかないと思って準備を始めて、で一緒にずっと、じゃあどこにしましょうかとか、どういう会場ですかって話をしてたんですけども、しばらくちょっとその方が連絡がなくなって、
で、事務所に遊び来られたんですけども、実は先週亡くなってお葬式を済ませて今来たところなんですっていうふうにおっしゃられたんですね。で、まあ、末期がんなのでそういうリスクがあるっていうことは自分の中でも今日感じてはいたんですけれども、その方が事務所に来て言われたのが、いやもう本当に悔やんでも悔やみきれない、自分は親孝行できないのを親に知られちゃって、でもう何が悔しいって、高木さんとあと半年早く知り合えてたら連れて行ってあげられたのにって言われたんですね。で、なんか私もすごくその、まあ、本当寂しかったというか、やっぱお手伝いできなかったことが悔しかったっていうのが一つあるのと、でその言葉を聞いた時に私が決心したのが、まあ萱野さんからご紹介いただいたように私は一人で今やってまして、でスタッフ、まあ、2人を手伝ってもらってですね、すごく小さな、うちの会社って年間の取り扱いお手伝いできるお客様が平均で1200人ぐらいなんで、月100人が限界なんですね、うちの旅行で言うと。今うちの旅行っていうのは添乗員として行く必要があるから全てうちがご一緒しているんで、まあこのぐらいが限界値なんです。でリピーターの方が多いので同じ客を繰り返し繰り返し行ってですね、新しい方に来ていただくっていう、まあ、精神的な理由とかその規模としての理由が今あんまりなくてですね、で自分としてはでもそのいつもの馴染みのお客さんと楽しく旅行ができて、みんなが元気になっていく姿が見られればいいやというふうにすごくこう、まあ、自分中心の考えを持っていたんですけれども、その方がやっぱりあとは半年早く会社に知り合いたかったって言われた時に、やっぱりその自分がやっていることを必要としている方がその社会の中にまだ社会の中にまだまだ大勢いらっしゃって、で今インターネットで問い合わせいただくので九州からとかの申し込みが多いんですね。福岡の横橋にいらっしゃるお客様で7歳、まあ、ランドセルちょっと小学校に入学したんだけども、突然リウマチを発症してしまって寝たきりになって家から10年間一歩も出なかった。でその後まあ、引っ越しを機会に家を出たのが初めてで、生まれてこの方の人生最大の遠出が博多なんですっていう方が東京に行きたいっていうお問い合わせを頂いて、で私東京から横橋まで、まあ、面接に来たんですけれども、でその方もう本当に生まれて初めて新幹線に乗って27歳の女性の方がおっしゃってですね、で、まあ、横橋の方も西日本新聞がなんか本当にうちが小さいベタ記事で紹介されたのを見て電話、お母さんに電話してこられたんですけれども、やっぱりその本当にこの間沖縄からも問い合わせいただいたので、北海道から沖縄までうちの会社に問い合わせをいただいてお手伝いをしてるんですけれども、なんかこの仕事をしてて思うのが、地方ほどニーズが高いんじゃないかなって強く感じてるんですね。でなんだかんだ言っても東京は情報があるし、障害者の旅行やってこの間だったのもあるし、行く気にさえなれば情報もたくさんあるしチャンスもあるんですけれども、福岡県の横橋に住んでいる方が旅行に行きたいと思った時に相談する相手もいなければ、近所に障害者の友達もいなければ、情報は何も存在しないんですね。でたまたま新聞のベタ記事を見つけて電話してこられたっていう、そういうことをまあ、こういったことと合わせてですね、やっぱりその自分の役割、曲がりなりにその会社を起こしてきて役割って何なんだろうっていうのは、すごくその、お母さん亡くなられた方から早く知り合いたかったっていう時に、役割って何だろうってすごく強く感じました。でその中で自分の役割っていうのはその自己満足、一緒に旅行に行って楽しい旅行ですねっていうのが、まあ、私は現場の人間なんでこういうの大好きであるんですけども、本当に生きててよかったっていつも思ってるんですけど、やっぱりその自分と同じような考えを持ってくださる方をその全国あちこちにやっぱり同じような小さい規模で構わないようにお店を出してもらって、でそれぞれの地域でやっぱりその必要としているきっかけとかですね、側面的な支援を必要としている方をこうお手伝いできるような環境っていうのを作っていく、それこそ旅行業界と全く違う新しい業界だと思うんですけれども、介護派遣の本当にヘルパー派遣さんの事務所みたいな、ああいう規模でいいと私は思うんです。やはりそういうことを自分はやっぱりやっていかなくちゃいけないんじゃないかなというふうに最近すごくそれ以来強く感じるようになっています。であとまあ障害、今障害がある方、すごく重度障害の方のお話ばかりしたんですけれども、たまたま今日こちらにお邪魔して、で土曜日にですね
ですね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけども、東区だけなんですけど、マジロ青少年ご存知の方いらっしゃいますか？ご存知ですか？マジロ青少年、ボクサーの、マジロ青少年という、児童養護施設があるんですね。今日は福岡の皆さんにおいでいただいているので、ちょっとこのお話をしたかったなと思ったんですけど、児童養護施設っていうのは障害児ではなくて障害がないんですけれども、さまざまなその家庭環境でが理由で親と一緒に暮らせない子どもたちが収容されて暮らしている施設がありまして、で朝日ビールさんっていうビール会社さんの社会貢献の仕事で今一緒に全国でキャラバンみたいにしてやらせてもらってるんですけれども、札幌もやりますし福岡もやるんですけど、福岡はもう今年で5年目なんですね。で、朝日ビールの社員ボランティアの方が1日バジロ青少年の小学校の子どもたちと一緒に、バス遠足をするっていう、もう本当に遠く行かないんですけど、今年は伊東水北九州までしか行かないので実際のバス配置なんですけれども、やってまして、で一つはこういう児童養護施設があるっていうことを事実を知っていただきたいっていうのと、その障害っていう言葉はですね、障害者っていうとなんかイコール車椅子だったりとかですね、そういうイメージがすごく強いんですけれども、マジロ青少年の子どもたちと接していてすごく感じるのがその心の傷ですね。もう見た感じは本当元気な小学生の子どもたちなんですけれども、やはりすごく心に深い傷を負っているんですね。で、マジロ青少年の子どもたちってどういう子どもたちが入所して暮らしているかというと、今一番多いのは児童虐待なんです。親から虐待されていて、でもう行政とか裁判所が間に入って強制的に引き離しているような子どもたちがいまして、でそういう子どもたちっていうのは一緒に遠足行っても体中にあざがあるんですね。でも見るとすぐ分かるんですよ。で、あざのない子どもとかもものすごくやっぱりその怯えてるんです、大人に対して。で、やっぱりそのもう小学校の2年とか3年生ぐらいの子どもたちが受けてる心の傷ってやっぱりすごいんだろうなっていうふうに思います。で、福岡はですね、わしの青少年ってすごく規模が大きくて、多分100人以上住んでるんだと思うんですけど、小学校から高校卒業まで、住めるんですけど、高校卒業したらもう自立しなくちゃいけないので、自分でどっか借りて、就職先につけてっていう形なんですね。で、小学校の小学生の子どもたちといつも出てくるんですけれども、まあ、札幌から福岡までいろいろ、年に12回ぐらいやっているので、そのお手伝いしてるんですが、福岡のわしの青少年って一番規模が大きいです。で、なんで規模が大きいかっていうと、福岡にはそういう子供が多いからなんですね。もちろん他にも施設あるんですけれども、で、虐待の問題であるとか、あと、まあ、これ先生から聞いた例え話なんですけれども、お父さんが、暴力団、奥さんがスナックのママさん、で、お父さんはたびたび警察の裁判で入っていっちゃう。で、お母さんは夜の仕事から子供を見られないっていうのは子供が収容されてるんですね。で、お父さん、刑務所から出てくると引き取りに来ます。だけど、また捕まっちゃうからっていうのを繰り返してるとかですね。そういう子供が他の地域に比べると福岡はすごく多いんです。で、ですから、今、もともと児童養護施設って終戦後の孤児院から始まってるんですね。親が死んでしまった子供たちを収容するところから、割ともそうです、始まってるんですけれども、今はほとんど親が生きてるんですね。で、あとはもう、心なんかもそうですけれども、離婚してしまってどちらも引き取らないっていうケースがやっぱり多い。あと国際結婚したんだけども、別れてしまって奥さんが結婚に帰ってしまって、ご主人は他の人と結婚してしまって子供が引き取らないとか、そういう方がすごく多いですね。ですから生きてるし、あと、まあ、年に何回か面会に行ったりするんですね。ですから、バス旅行行くと300円ぐらい小遣い持ってて、お土産買ってるんです。で、誰にお土産買うの？お母さんとか言うんですね。で、お母さん、どんな日あるの？って言ったら、来月何日に来るんだって言うんですよ。だから、やっぱりその、なんていうのかな、そういう話を聞いたら、子どもの心の傷っていうのが、本当に深いところにあるんだろうなっていうのと、やっぱり彼らが本当に求めてるのは、その大人の愛情を確認したいっていう愛情欲求の気持ちですよね。で、まあ、私もその血を味わっちゃったとか、まあ、生活保護を受けてうちの母親が子供3人育ててくれて本当に感謝してるんですけども、うちはまあめちゃくちゃ貧乏だったし思い出したくもないですけど、でも母親の愛情だけは確認できましたね。うちの母親は本当に子供を愛してくれたと思います。もう今でも感謝してます。
やっぱりそれがあったから生きてこれたってなると思うんですね。だからなんかそういうその大人の愛情を受けることができなくて、でも大人にならなくちゃいけないっていう、その中でやっぱり子どもはそれを理解しながら大きくなっていってるっていうのは、もうこれは自分が今やってる仕事を向きに、やっぱり大人の責任として、親が愛情を注げないんだったら誰かがやっぱり大人もちゃんとあの優しさってあるんだよっていうことをやっぱり教えてあげなくちゃいけないっていう、そういう社会的に、社会的、いや、もう人としてどうなるよって話だと思うんですけども、私朝日ビールさんすごいなと思うのが、休みの日に社員ボランティアの方が何十人も出てきてくださって、で一緒に手をつないで一日遊んでくれるんですね。もう5年続けてるんですけど、で毎年毎年社員の方出てきてくださって、であの施設の方がすごくおっしゃっているのが、あの企業の社会貢献っていくらでも、まあまあバブルの頃ほどないですけどあるんですね。ただ大手の 一部上場企業がやってる社会貢献ってほとんどお金を出すだけなんです。ですから例えば旅行にご招待っていうと、お金だけ出してバスが園の前にやってきて、はい、どこか遊びに行ってスペースアラートに行ってきてねっていうような、そういう社会貢献だそうなんですね。で、先生で限りが、先生1人に対して子ども20人ぐらい割合らしいんですけども、それじゃ問題の解決にならないって先生は言って、確かにありがたいんだけど、その園がそのまま移動して帰ってくるだけの一日があって、先生は余計な行事が1つ増えてしまう、子どもたちは別に、まあ、出かけるっていう体験だけしかできないけれども、その朝日ビールさんのプロジェクトっていうのは大人と子どもがマンツーマンなんですね。ですから、鈴木さんというボランティアの人が来たら、ケンジ君と子どもと一日手をつないで、一日この鈴木さんっていう社員ボランティアに甘えることができるんです。だから私は一応添乗員の立場だから一応スーツ着ていくんですけども、子どもたちはやっぱりこいつはいくら甘えても平気だなって思うと、もう飛びかかってきて一日離れないんですね。もう肩車をしてくれとか、もう本当ずっと膝の上に抱っこしてくれとか言って、肩車しながら天井にですね、こんな受付やったりしてるんですけれども、本当にそのぐらいで、もう分かり合いに、今度いつ会えるの、今度いつ会えるのって言うんですね。でまた来年ねって言うと、その来年の1年間を待ってるんですよ、去年から。でまあ今度の土曜日1年ぶりにみんなに会うんですけど、ちゃんと覚えてるんですよね。1年ぶりに大人が嘘をつかずに戻ってきてくれたってことをちゃんと覚えてる。で1年間待って嘘をつかない大人もいるんだっていうことを彼らは学ぶんですね。ですからやっぱりその、なんかこういう仕事を通じて、私も偉そうなこと言ってますけれども、この仕事をご一緒させていただくまでは児童養護施設さんになるの知らなかったですし、まあなんかやっぱり子供っていうのはもう無条件に保護されるべきだし、愛情を注ぐべきだしっていうことをやっぱりあのこのプロジェクトの中ですごく感じさせてもらっています。すごく、まあ、去年、今年がきつい話を聞いたのが、先生が先生大変ですよねって話を言ったら、もう本当に大変で、ね、先々週は仙台行ってたんですけど、仙台の子どもたち、すんごい田舎の子どもたちが、ね、純朴なんですね。高松とかでもあるんですけども、本当に田舎の可愛い子どもたちなんですけれども、福岡はですね、中学高校ぐらいからこう触れ始める子どもが多いんですね。で割とその暴走族に入っちゃったりして、で帰ってこないとか警察に捕まったりっていうのも多くて、でその暴走族の集会とかがあって、先生が引き取りに暮らして集会の中入ってって帰ってこいとか、で PTA なんかだと先生が親代わりに暮らしてるんですけども、本当大変なお仕事ですよねって話をしていたら、先週来た子供入ってこう兄弟3人入ってきたんだけど、もう本当につらくてこの仕事やってるの嫌だって言って、でどうしたんですかって言ったら、ご両親と暮らしていたんだけど、お母さんが病気で亡くなられてしまって、で父子家庭で、まあ、3人育てたんだけど、お父さんが自殺しちゃったんですね。自宅で首をつって自殺して、で子供が学校から帰ってきてそれを見つけてしまって、で、まあ、その心の傷を背負ったまま先週3人入所してきたんですよって言われて、で、まあ、その子供たちとバス旅行一緒に行くんですけども、もうかける言葉がないって言うんですよね。だけどそれを乗り越えてもう生きていくしか彼らはないから、その同情とかそういう問題じゃないんですよっていうことをおっしゃったんですね。なんかその話を聞いたときに、やっぱりその、生きてることの意味ですよね。まあその、まあ、そうは言っても知らなくてはいけない事情があったと思うんですけども、その話を聞いたときに私やっぱりすごくこう背筋が寒くなったのが、まあ、私の話で恐縮なんですけども、その最近やっと母親とそういう冗談の昔話ができるようになってきて、で今
まあ、妻は独身なんで母親と一緒に住んでるんですけど、まあ、独身だったら親と一緒に住むのは親孝行だって言ってくれる先輩が昔いて、そんなもんかなと思って、まあ、今住んでるんですけど、やっと最近気持ちに余裕が出てきて、母親とこう会話をする時間が増えてきて、で、まあ、昔話なんかすると、そのうちの母親が、いや、心中しようと思ったこと一度や言うんじゃないって言うんですね。本当にそんなの全然小さくは知らなかったですけど、もう本当にガスの繊維変動かどうしようかなって一度は言うじゃなかった。でも生きててよかったって、うちの母親が最近言うんですね。はい、その生きててなんぼっていうのがあるかなって私も思います。なんか生きたりしてない話ばかりで恐縮なんですけど、私電車の車掌をやってた時に小田急線でロマンスカーの車掌やってたんですけど、飛び込み自殺する方多いんですね。飛び込み自殺って小田急線でかかるんですね。1年間に何件ぐらいだと思います？年間分からん。100人3日に1件。私がいた当時で年間飛び込んで亡くなる方300人、小田急線だけですよ。もうほぼ毎日1人飛び込んでます。で、小田急電鉄で、まあ、シーズンってあるんですね。4月と12月が多いんですけど、年末は本当に1日3件とか飛び込んでますね。で、やっぱり期末が越せないとか4月の5月病とかってすごく多いんですね。で、私もその人身事故の現場なんて5年半の在職中200体ぐらい立っちゃってますけど、まあもうコッパみじんですよね。で、今目の前に生きてる方が死んじゃう選手分の意思で、で、まあ、当時は仕事ですから、もう電車早く動かさなきゃっていう思いばっかりだったんですけど、やっぱり今この仕事やってて思うのが、やっぱりその死ぬ気になれば何でもできるんじゃないかっていうこともあるし、その自分のお客さんで行きたい、死にたくないっていう、もう行きたいんだよっていう方が大勢いるんですね。だから最近そのネット自殺とか言って若い人たちが死んじゃったりして、でああいうのを見るとそのああいうネットは閉鎖すればいいんだとかですね、いや死にたいやつは死ねばいいんだとかって言うんですけども、やっぱり何が欠けてるって、生きることの意味っていうのをそのなんか気づかせてあげられてないのかなっていうふうに思うんですね。ですから私なんかはそのうちの母親がその最後の一線越えちゃったら今ここにいないわけだから、それを考えるとはなんか生きてること自体がもうめっけものなわけですよね。そうするとなんか別に怖いものがないっていうか、私犬怖いんですけど、犬怖いんですけど犬は怖いんだけど、なんかもっと大きなことってあんまり怖いことが何もないんですね。なんか生きてるだけでめっけものだし、母親が生かしててくれたんだから、この人生何に使おうかなって思ってやりたいことがたくさんあって、でやっぱり旅行に行きたいと思っていて、でなんかその自分が生きてることの意味ってこの辺にあるんじゃないかなっていうふうにすごく感じるんです。ですから養護施設の子どもたちも、そのあと不登校の子どもたち のお仕事なんかも今スクスでやってるんですけど、やっぱり学校に行かない、いじめられる、引きこもっちゃう。で、子どもの引きこもりと中途障害で家に引きこもってしまうおじさんっていうのは心理状態って一緒だと思うんですよ。私やっぱり生きてる意味とか自分の社会における役割とかっていうのは全然分からないんだと思うんですね。ですからやっぱり不登校の子どもたちって面白いんですけども、そういうご相談もなぜか受けるんですけど、私はカウンセラーじゃないからよく分かんないので、じゃあ障害者の旅行あるから今度一緒にその子を行かせてくださいとか言って混ぜて、で別に不登校も何も関係なくこき使うんですけど、とりあえず運べとかですね、ちょっと押してくれとかって言うと危機としてやるんですね。で、まあ、これも一つ長野のパラリンピックがあった時に、やっぱり不登校でも本当に悩んでカウンセリング受けて何してもダメなお母さんが、うちそれはボランティアでやってたパラリンピック応援ツアーになった時にやっぱり飛び込んでこられて、でももうすがる思いで何でよくわかんないけどとにかく参加させてほしいって言われて、でお母さんと子供別のバスに乗せてですね、子供を使って、でなんか別に不登校って感じもしないぐらいのなんか危機としてやってたんですね。でその子供が旅行から帰ってお母さんからお礼の手紙がしばらく経ってから来たんですけど、子供が学校に行くようになりましたって書いてあったんですね。でやっぱりその、まあ、私はプロのカウンセラーじゃないからこう断定的なこと言えないんですけど、彼はその何が一番嬉しかったかっていうのは、集合場所でバスに乗り込んだ時にそ
こにいた大人たちがおはようよろしくねやめなっていうのって言ってくれたことで自分は受け入れられてここに居場所があるってことの確認ができたんで、まあこき使って車椅子出せとかですね、その時あの乙武も一緒にあのそのツアーで遊び行ったんですけど、あのまあ自分の役割分担なんですかね、それを与えてもらえたことが嬉しかったりとか、あと本当に重度障害のこの人生きてるのっていうような方が、まあ、雪遊びを楽しんでるんですね、目の前で。で、その小学生の子供なりに、自分より大変な人生を生きてる人が目の前にいるんだってことが確認できた、この3つじゃないかなと私は思ってるんですけど、だから、旅を通じて何が提供できるかって私、よくわからないんですけど、なんか、その旅っていうツールを使うことによって、その人生が変わるっていう。で生きてることの意味っていうのを確認できるっていうのはなんかやっぱりすごくいいなと思うんですね。でそれがまあ、医療とか福祉の現場の方って本当大変だと思うんですけども、医療の現場の方ってもう生きるか死ぬかの話ですよね。で福祉の現場の方っていうのはもう本当にそのなんか社会の矛盾とかですね、障害者の甘えとかですね、そういうものを全部抱え込んで悶々とされてらっしゃる方々と、まあ、今一緒にこういろんなネットワークを組んでやってるんですけども、そういう方々に比べると私はもう本当に約束で、旅行って楽しいじゃないですか。もう本当に毎日私楽しいんですね。もうワクワクしながらそのお客さんのプランを作って、で障害が重い人が来れば来るほど私はもうやる気満々だし、よしやったるか、もうこれ JT にはできねえぞとか、うん、スタッフと言いながらですねやったりとか、うん、そういうなんかプロのすごいお医者さんって重度症、まあ、重度の患者さんが来ると目がキラキラしてるって聞いたことあるんですけど、なんか、うん、その案件が難しければ難しいほど、うん、俺の出番かみたいなっていう、そういうなんか約束っていうのが、まあ、神様のご褒美っていうのも大げさですけど、そういうのをなんかいただけて、で、まあ、自分が日々過ごしてるっていうことに対してやっぱりなんか私自身すごく嬉しいし、だけどさっきの話じゃないですけど、自己満足で終わっちゃいけないなってなんか自分を戒めながらこう感じていて、で、まあ、最後のお話なんですけど、その自分が生きている意味の中でですね、ゴールはどこなんだろうっていうことをちょっと考えて、いるんですね。で例えばその独立して会社を起こしたいとかいう方で、まあちょっと言葉には語弊があるかもしれないですけど、自己満足っていうレベルがあると思います。で、多分会社を作って1年目2年目の私はもう自分で自分に酔いしれてると思うんですね。で、お客様に喜んでもらうっていうことでやっぱり自分が変わってきたっていう中で、そのやっぱり自分が存在している意味とかですね、こう役に立ってるっていうことが実感できて嬉しいっていうような中で、自己実現っていうことを考えるようになってきたのが後半の2年間で、じゃあ自分は、まあ、残りの人生どこに向かって生きていくのかなっていうのを考えたときに、やっぱり、すごくおこがましいんですけれども、社会実現なんじゃないかなと思ってるんですね。で、やっぱり社会を変えたいっていう思いがあって、まあ社員と3人の会社作って何言ってるんじゃいと思われるかもしれないんですけども、社会を変えたいっていうのはすごくこの会社を作った時から思っていて、でその日本の社会ってすごく閉塞感が強くてですね、特にその若い方々が、まあ、学生さんなんかもこうよくいらっしゃってですね、就職が厳しい、特に女子大生は全然正社員の雇用の道がないとか言って、こうものすごく優秀な若い人たちがどうしていいかわからないっていうような中で、その社会を変えたい、で社会の何に問題があるのよっていうことを自分の仕事を通じて考えたときに、まあ車椅子を使っているお客さんなんかと日本国内を旅行するとですね、非常に、まあ、旅行しにくくてですね、九州なんかもそのバリアフリーとか言いながらその箱物はできてしまって線がつながってないので、じゃあ JR 乗ってどっか行こうかって思うと身動きが取れないんですよね。 JR 九州で車椅子で行ってどうなのとか言って、やっぱりその私は旅に行きたいっていう思いを持っている人たちが障害があってもその
子供でも何でもいいですけれども、旅に行きたいっていう人たちが旅に行けない社会っておかしいと思うんですね。で、ただその社会に存在している社会のバリア、さまざまなバリアっていうのを一個でも二個でも自分が生きてられないと取り除いていきたいというふうに思うんですね。で、うちのお客さんで全盲の方が、いらっしゃるんですけれども、一人旅が大好きで、全盲なんですけども、どれでもこう手を出かけていくんですね。で、彼は大阪の人間なんですけど、大変さん、私が一人でレストランにこう入ってくると、日本だと必ず同じ言葉をかけられるんだけども、何だと思うとか言って、分かんないなと思ったんですけど、お連れの方はどこですかって聞かれるんですね。日本の社会では全盲の白状ついた人間が一人でレストランに入るということを社会は想定してないんですね。ですから介助者がどこにいるかを一生懸命探そうとするらしいんです。で、その方が、サンフランシスコに一人旅に行った時に聞いた話なんですけども、やっぱりその海沿いのレストランに彼が入った時にですね、すごいまあ海がこう見える綺麗なレストランです。やっぱり入り口で白状ついていったら、そこの女性スタッフがですね、ハローって言って、なんて言ったと思うかな、分かんないって言ったら、禁煙ですか、喫煙ですかって言われて、で、まあ、じゃあ禁煙お願いします。で、その次の言葉が、屋内の席と、あと海沿いのテラス席あるけど、どっちがいいって言ったらしいですね。で、あ、じゃあせっかくだからテラス席お願いします。で、テラスまで連れてかれたら、今度次に聞かれたのが、どっち向いて座るって聞かれたそうなんですね。全盲の人間ですよ。で、彼はどういう向きがあるのって言ったら、こっちを向いて座るともうすぐサンセットだから夕日があなたの顔に当たりますよ。反対を向いたら、今風がこっちから出てるから風があなたの顔に当たりますよ。って言ったらしいんですね。で、その話を聞いて、いい話だなと私思ったんですけど、普通なんですね。お客さんが全盲かどうかっていうことをそのスタッフは何も気にしてないんですよ。で、うちわりと全盲のお客さん最近多いんで、それも一人旅好きな人が多いんですけれども、皆さんも私も思いましたから皆さんも思うと思うんですけど、全盲の全く目が見えない人が旅行に行って楽しいのって思いますよね。見えないんだから、もう景色、綺麗な景色見えなくて旅行に行く意味あるのかなって当たり前だけど思っちゃうんですね。だけど全盲の方と旅してるともう目から鱗が出っぱなしなんですけど、あ、旅って目で見るもんじゃないんだなって思うんですね。これも、この間、うちのお客さんで別の全盲の方ですけど、フィリピンにダイビングに行ったんです。うちでダイビングツアーを募集したら全盲のその彼がリピーターなんですけど、申し込んできて潜りたいって言うから、さすがにダイビングって目で見てサンゴ礁とか魚を楽しむじゃないですか。潜ったって何も見えないですよ。ああ、いいんかと思ったけど、でもその彼が潜ってなんていう感想を言うかが面白くてですね、それが楽しくて、じゃあ行こうって言って、で2月に行ってきたんですけど、全盲の人間が海に潜ると何が見えると思いますか。まあ彼はその水の中に入ったのが12年ぶりだって言ってて、前は若い方とかの海岸に行って、まあ、高い波が来て溺れかけたって言ってましたけど、それ以来海に全く使ってなかったらしいんです。全盲の方が海に潜ると最初に感じるのはプランクトンが顔に当たるそうなんですよ。で、まあこれは別の大学の方、まあそれインストラクターの人から聞いたんですけど、顔に当たる。で、慣れてくると目の前で魚がサンゴ礁をついてる音が聞こえるそうなんですね。もう私知らなかったんですけど、世界的にはワールドブラインドダイビングアソシエンティの全盲ダイビング協会みたいなちゃんと世界にもあって、日本で全盲の人ってあんまりいないと思うんですけど、世界的にはそういう協会もあって、そういうツアーがいくらでもあるから、そのフィリピンのエレビドリゾートっていうところのインストラクターは、この間イタリア人の全盲のカップル来たよって言ってたんですね。ですから、見えない、この間そのフィリピンに潜った友達とプロカウンセリング行ってきたんですけど、彼らがこう温泉に浸かる時の感想って面白いですね。温泉をこう肌で感じるんですね。景色が見えるわけでもないんですけども、やっぱりその、まあ、九州の、私の九州の人間なのでお湯の違いって分かりますけど、そのやっぱり顕著なお湯の違いを彼らは、まあ、こう体で感じ分けるし、その匂いですよね。匂いがこうある道路を境に変わるとかですね、
そういうのをものすごく聞き合ってますね。大阪の友達が飲みに行くときは、大阪に行くと白状ついて彼が道案内してくれるんですよ。で、私の役、私がそれを連れてくるんです。で、ちょっと見えてるんでしょって言うと、俺は見えてないんですね。で、なんでかっていうと、そのこう商店街とか歩いてても、もちろんその果物屋さんがあれば果物の匂いがするし、パチンカの前にあればいっぱいするし、十字路の時は風が抜けるから分かるそうなんですね。で、こういうところもその床の、まあ、アスファルトのところが石畳があるとか全部分かるので、頭の中はそういう地図になってるんですね。まあ、迷わずに普通に歩けるかなんか、まあ、そういう、すごく面白い日々を過ごしてるんです。社会のバリアでした。で、社会のバリアがなぜあるかっていうのは、そう、じゃあ社会って何をするか、別に私を含めて社会なんですね。で、日本で感じる社会のバリアって一番私が感じるのは、彼女さんまだ喋ってて大丈夫ですか？すみません、今日原稿がないんで時間を気をつけてます。一番感じるのは社会の無理解ですよね。もうこれが腹立たしくて、時々昔の応援団魂が出て、胸ぐらつかみたくなるのが年に50回ぐらいあるんですけど、旅行先、まあ、最近でも大人になったので、いろいろ怒られてるんですけど、やっぱり行った先で、例えば知的障害の施設 の子供たちと旅行に行った時に、大浴場に入らないでくれとか言われるんですね。で、どうしてですかっていうと、この間やっぱり知的障害の団体を受けたら、他のお客さんが、まあ、あいつらが入った後のお湯なんか入らないから、抜いてお湯入れ直せって言われたんですよ、ホテルの方が。だからちょっと大浴場はご遠慮くださいとかですね。無理解ですよね。で、私は別にそういうことを吐き捨てたおじさんが悪いとも思わないんですけども、やっぱそのおじさんって生まれてこの方40年50年その障害がある人と接したことがないんだと思うんですね。だからわからないんだと思うんですよ。知的障害、もう私も偉そうなこと言ってますけど、これも会社に入ってからの知識の経験なんですけども、知的障害っていう障害がある人たちがどういう人たちで どういう個性を持っているのかというか知らない、まあ少なくとも日本の社会は知らない、知らせてないんですよね。でなぜ知らせてないかっていうと、養護学校ってところに全部隔離してしまうからですね。私も大分で小学校に行ってた時に特殊学級っていう学級があるのは知ってました。だけどそっちの方には行くなって言われてましたから、そういう障害児が世の中に存在しているってことで、私は知らないまま高校を卒業してしまいました。障害がある人との接点九州以外は全くなかった。やっぱりその社会が障害がある人とない人をこうちゃんとバリアを作りしてしまっているために、大人になってもそういうことがわからないっていうのはあると思うんですね。ですから知らない人が悪いんじゃないんだ。私は障害者の人と喧嘩するときにこうやって、まあ、頭には来るんですけど、でも知らないことは悪いことじゃないと私は思ってるんですね。私だって知らなかったですから、ちょっと皆さんに早く知ってあげる話ですから。ただ一つはやっぱりそれを知らせて歩く、伝道師みたいに知らせて歩くっていうことが私の仕事だと思います。で、知らせることによって一人二人、あ、なるほどね、そうなんだ、障害がある人の旅行を楽しむんだねっていうことを知らせていって、この無理解っていうのをやっぱりこう一つずつ潰していくっていうことがやっぱり大事なんです。それには障害がある人がどんどん旅行に出てもらうことだと思うんですね。もうどんな障害があろうが何だろうがトラブルを起こす、とにかく出てもらって JR 九州が乗りにくかろうが行ってもらって、で JR 九州がこれはたまらんわって言ってそのエレベーターをつけるとかですね、そういう方に配慮するっていうのはやっぱり社会全体に障害がある人が普通にこういるような、そういう街になっててほしいなと思うんですね。私カナダのカルガリーに住んでた時にすごく驚いたのが、もう相当重度の障害がある車椅子の方、普通に一人で街を歩いてるんですね。で、もう当たり前だし別に特別扱いもされないしっていう、そういう意味でやっぱりその障害のある人を特別扱いしてしまってる社会っていうのはやっぱりすごく問題なんだと思う。だから健常者が一方的に悪いとも私も思わないですし、やっぱり障害がある人ってやっぱりその役割で生まれてきたわけだから、社会のバリアをなくしていくためにやるべきことっていうのがあると思うんですね。その辺がこううまく相互にこうリンクしてくると、社会のバリアっていうのはやっぱり少しずつ取れてくるのかなというふうに思います。あと社会のバリアともう一つやっぱり何が欠けてるのかなっていうふうに思うのが、日本っていう国でそのサービス業と呼ばれるところで提供されてるサービスレベルの低さですよね。で、ここのお店に入ってきたけどすごい感じる店だなって思ったんですけれども、
ども、まあ、特に東京みたいに人口が多いとかひどいんですけども、サービスがあるとお客さん入っちゃうんですね。ですからあのサービスのクオリティということについて全く議論されないんです。ですから東京でちょっとあのグループで障害がある人たちと、10人くらいで食事でもしようかってレストランに電話をすると、サービスがいいとされている雑誌で評判のお店なんかも平気でバンバン断るんですね。いや、ちょっと階段があるとか、いや階段持ち上げますって言っても、いやちょっと狭いのとかって、もうなんとか断ろうとするんですね。で、私はあの障害がある人を無限にしておいて健常者に対してはいいサービスを提供するっていうのはありえない話だと思うんです。それって嘘だと思うんですよ。私はたまたま障害者、高齢者とかいうそういう社会的な弱者の人たちがこうあのアプローチした時に顕著に出てしまうだけで、やっぱりサービスの質っていう、その日本全体のサービスの質が、低すぎるために社会参加がしづらくなってるんだなっていうのは思うんですね。ですから本当にサービスがいいお店っていうのは障害者アローマの頃も関係なくいらっしゃいませんって普通にしてくださるんですね。まあ、あの海外に行くとそうです。あのハワイとかカナダとか、もう障害があるかどうかなんて何の問題にもならないですね。であのそういうふうに言うと、いやあの福祉の問題はどうなのよってことになってくると思うんですけども、福祉、私はあの反対意見をお持ちの方いるかもしれないんですけども、日本の福祉はそんなに悪くないと思ってるんですね。あの世界的な水準から見てどうかっていうのになるかもしれないんですけども、少なくとも制度機能してるかどうかは別にして、制度としてはそこそこのところをクリアしてるんです。あと福祉の現場の人も一生懸命やってます。だけど福祉が悪いって皆さん障害者がおっしゃるんですね。私福祉じゃないと思うんです。でサービスの問題だと思うんです。でそういうと、じゃあ、まあ、アメリカとかカナダとかそういう先進国の話だよねとおっしゃるかもしれないんですけども、私が最近過去6ヶ月に障害がある方と旅行に行った国っていうのは、逆算して遡っていうと、この間フィリピンに行きました。その前がネパール、その前がインド、その前がモンゴル、ね、で発展途上国、あとタイに行きましたね。発展途上国もいいところですよね。で、おそらく福祉のレベルなんて日本と比較にならない。ネパールなんて世界3位国の下から4番目とかですね、GDP が。だけど、ネパールに行った時に、障害があるお客さん、なんてこう気持ちいい国なんだろうと思ったんですね。で、その、まあ5つ星のホテルに泊まるんですけれども、あの、サービスのレベルが高いんですよ、ネパールのホテルって。で、日本のホテルなんかよく出てくるんですよ。で、あの、何が違うのかっていうとですね、この辺からちょっとサービスの話、私こだわるっていうのをさっき言ってみたいんですけども、あの私サービスって3つの要素があると思うんですけど、経営者ですよね。それからサービスを現場で提供しているスタッフ、あとお客さん、この3つの相乗効果がうまくかみ合った時にサービスの質って最高に高まるんですね。で、じゃあどういう状態がそのサービスがいいという状態かっていうと、我々はやっぱりこの現場のスタッフの人たちがすごくあの高いクオリティのサービスを提供してくれた時に、あ、いいサービスを受けたなっていうふうに感じるんだと思うんです。でそれは接遇もそうだし、あのレストランとかホテルとか、うん、そういうサービス業をやっているところのハード面ですね。ハード面での気づきとかも含まれると思うんですけれども、スタッフのサービスがどういう状態の時に良くなるかというと、働いていることを楽しいと感じているんですね。モチベーション高く楽しいと感じているのがいい感じです。でやっぱりそのサービスを提供しててすごく嬉しい、まあ、今の私みたいな状態ですね。仕事をやってることが楽しくて状態っていう状態になっています。で、経営者がサービス業に携わるとき何が嬉しいかというと、一番嬉しいのは利益が上がることですよね。確実に利益がサービスを提供することです。もう一つは、私は経営者が創業時に持っていた理想の達成だと。大体会社を作った人っていうのはなんか理想を創業の時に持ってたはずなんですね。でこれがあの時間が経つにつれて分からなくなってしまうことがすごく多いと思うんですけども、この辺がブレてくるからサービスの質が下がってくるんじゃないかと思います。でもう一つはお客さんです。でこれが
サービスを受けるお客さんの質の問題っていうのがあると思うんですね。これあの今日いらっしゃった方なんですね、サービス業に携わっていらっしゃる方で、レベルの低いお客さんで、ね、質の低いお客さんはクレームの対応とか非常にあの苦労されている方もいらっしゃると思うんですけども、やっぱり日本人はサービスを受け慣れてないんですよね。でネパールに行ったってなんで気持ちいいって感じたかっていう決定的な要素が、私はスタッフが楽しそうにくつろいで働いてたからリラックスしてたんですね、サービスを提供する。で一生懸命やって我々がサンキューっていうからますます嬉しくなるっていうことですね。日本はやっぱりその、なんかお客様は神様だみたいな状況があってですね、ごわごわごわ言ってで、こちらも我慢して聞かなくちゃいけないと思ってるからストレスが溜まるんですね。で、ストレスが溜まるといいサービスを提供できないですから、だんだんこう現場が利用していくっていうことがあるんだと思うんです。ですから、この私があのこれから、まあ、障害者の旅行をやりながら、次のステップとしてはこう同じような考えを持ってくださっている方にそれを伝えていって、まあ、あの私は早く引退したいんですけれども、今私38なんですが、私は引退を48で引退すると決めてまして、あと10年しかないんですけど、48だったらカナダに家を買って移住しようと思って密かに企んでるんですが、それまでの10年間ですね、あの私の残された10年間ですね、このサービスの質を上げることに、エネルギーを注いでみたいなと思ってます。で、あの障害者の旅行ってライフワークだったらもちろんやっていくんですけれども、やはりその障害者とかバリアフリーっていうキーワードで仕事をしている限りは、なんか福祉っていう中でこうかき混ぜられてしまうっていうか、やはりその福祉っていう括りで必要とされていること役割と、民間の会社がサービス利益ベースでサービスをどう提供するかっていうことがなんかこうごっちゃになってるんですよ、今日本では。ですから、加山さんのことじゃないですけど、うちの会社も批判もあります、けしからんって言って、障害者から金取ったらけしからんっていうのは私も書き込まれたことあります。で、やっぱり今でもなんかわーわー言われてガチャ切りされたりすることあるんですけども、そういう、こう批判をされる方が一番うちの会社が気に入らないのは、やっぱりその障害者から金取るのはけしからんっていうのはもうそういうぐらいずっと言われてるんですけども、っていうんですかね、福祉と民間の役割を、まあ、勘違いしてるというか、ごっちゃにしてるんだと思うんですね。ですから、障害者旅行をお前とかやってるって看板出してるんだったら、採算度外視でやらんだいみたいなのがあるんですけど、うちは専業でやってるので、採算度外視でやった瞬間に会社潰れますって言うんですけど、やっぱり、いわゆる障害者というお客様の側の質の問題っていうのは、私はいつも議論してるんですね。いや、あなた方も旅行に行きたいんだったら、多く出せとは言わないけれども、普通に出しましょうよっていうことは言うんですね。で、昨日たまたまそのバリアフリーに取り組んでらっしゃる旅館の若者神さんが来てくださったセミナーをやっていて、で、現場で何ご苦労されてますかっていうと、そこの旅館が一番苦労してるのが、障害者割引がないのか、もっと引け、値引きしろって延々言われるらしいんですね。で、やっぱりそういうことを言ってるからあなたたち旅行に行けないんでしょって私も言うからまた書き込まれたんです。この辺はもう私も譲れないところなので、カナさんとの友人に今日帰ったから嬉しかったけど、社会が悪いとかですね、何が悪い、政治が悪いとか、その人のせいにしてないんで、自分が行きたいんだったら自分は何をするのよ、で我々に何を求めるのよっていうことを一緒に考えていきましょうよって言って、結構議論を作るんですけども、まあ、それで議論しながらついてきてくださるお客さんが呼んでいるので、まあやってるんですけども、やっぱり障害がある方と旅行しててビジネスをしていて気がついたことっていうのがそのサービスの質で、やはりそのお客様がどうなんだっていうところだったと思うんですね。ですから、うちの会社でスタッフに言っているのが、まあ、ただでさえそのバリアフリー旅行ってこう精神的にしんどい部分が多いので、うちの、スタッフに言っているのが、電話で問い合わせがあった時に口の利き方のなってないお客さんってちょっと語弊があるんですけども、いわゆる傲慢なお客さんとかですね、なんかすごくこう上の方から見下したようなものを言うお客さんとか、そういう方はもうスタッフの判断で断っていいよっていうふうに言ってるんですね。で、そういう方を、基準はあなたそのお客さんと電話でやり取りしてて、この人の旅行を心からお手伝いしたいと思うかどうかで決めなさいって言ってるんですけど、やっぱりそこのところできちんとお客様をフィルターにかけておかないと、うちみたいな会社本当精神的に疲労してやっていけないので、今度こっち側が疲れてきちゃいますから、やっぱりその辺で
うちの会社はこのトライアングルなんとかしたいなというふうに思っています。本当にこうすごく長生きなんですけれども、やっぱりでもサービスのトレーニングを受けることによってお客様もより良いサービスが受けられるようになるんだよって言ってるんですね。ですからこれ障害者の人も別に悪いわけじゃなくて、養護学校からその障害者の作業場とか通所施設とかいうところでも社会から隔離されたところで30年とか35年とか生きてきてしまっているのに、財布からお金を出して物を買ったことがない方がボロボロいるんですよ。ですからそういう方に消費者とはって言ったらかわいそうですね。ですからそれはあなたがいいサービスを受けたいんだったらこういうふうにしてお金を出してありがとうっていうことをやっぱりトレーニングしてあげるっていうのもうちの会社の役割だと思うんですが、それを覚えてくれたらすごく本人が生きてて楽しいと思うんですね。そういうことを本当にお金の使い方、効果的な使い方みたいなのを教えて差し上げたりとかするんですよ。で、この3つですね。ですから、ちょっとそういうサービスを今後やりたいと思っていてですね、言いたいことっていうのは、お客様の、もっといいお客様足りえましょうよっていうことと、やっぱりスタッフ頑張れってことですね。今現場で働いているサービス業に従事しているスタッフの皆さんが、やっぱり私はかわいそうすぎると思うんですね。そのお客様、神様みたいな間違った、価値観の中でやっぱり苦労していらっしゃる方々を何とかしてあげる。で、やはりそのサービス業に従事している経営者の方がいいサービスを提供すればするほど利益がきちんと上がっていくんだっていうことをやはり実践していただきたいっていうことを自分の中で密かに思ってまして、で、この話をですね、中谷明宏さん、作家の方がいらっしゃって、でちょっと2年ぐらい前に対談、サービス王になろうっていう雑誌の姉さんで対談をしたご縁があってですね、接点があったので、社会を変えたいんですって生意気にも言ったらですね、中谷さんがすごい乗ってくれて、じゃあ何か役に立つことだったら言ってって言ってくださって、顧問になってくださったんですね、無報酬で。ですごく嬉しかったんですけど、やっぱりそのサービスってやっぱりなかなか見過ごされてきていて、で今マーケティングってすごく流行っているので、マーケティングってすごく大事だし、うちの会社にものすごく欠けていたし、今マーケティングの勉強を一生懸命してるんですけど、でもうちのやっぱりその真髄であるサービスクオリティを最大限高めるっていうところを、今度はその業種を超えて他の皆さんにもやっぱり知っていってほしいなっていう思いもすごく思っています。ですからうちのビジネスモデルってあんまり役に立たないかもしれないんですけれども、やはりそのお客様に徹底的にやるところまでやるっていうような考え方が、そのサービスの質を高めていって、マーケティングと違った角度からそれが利益を生み出すっていうようなことを、やっぱりこれから事業を始めようとしているらしい方にこうお伝えしたいなと思います。ちょっと今日アンケートを私無理を言ってですね、皆様のお手元に書かせていただいているんですけれども、もしよろしければですね、今日の感想も生意気なこと申し上げたので負担のないご意見いただければと思うんですが、感動したサービスを受けた経験がありますかという項目をちょっと入れさせていただいてて、でいろんな方に聞くんですけれども、その感動したサービスを受けた経験っていうのがあまり思いつかないって方が多いんですね。で、私もいくつか思い出すのって割と海外の体験が多くて、日本ですごく感動したサービスっていうのはなかなかないんです。ですからもし皆さんがそういう体験を持ちだったら、どんな小さなことでもいいんですけれども、なんかこの一言が嬉しかったとかでもいいですし、ここでこんな経験をしたのが良かったっていうようなことをもし思いついたらですね、書き留めておいていただけると、そういうのをまたこうサービスを提供している方に、こういうのも感動を受けるサービスなんだよってお伝えていきたいと思っているので、ちょっと今日 の講演の本題とは関係ないんですけれども、ご協力をいただけたらというふうに思っております。なんか加山さんが、今日はレジュメいらないからねって言って、私A 型なもんで、家族全員が A 型なもんで、いつもレジュメを2分30秒作って帰ってくるんですけども、今日は早野さん単調に喋っていいとおっしゃってくださったので、何も考えずにちょっと長い時間話してしまってですね、大変申し訳なかったというところですね。深谷さんの人生にちょっと意味をしたら、お茶だと思って出されたものがアルコールでして、そちらに入っているなんか地ビール、地ハオ講師を作っているブルーマスターっていうのが、いい男が作ってるんだよって深谷さんがおっしゃって、そうですか、やっぱり飲んだらすごく美味しくてですね、ちょっと舌が滑らかに回りすぎて、余計なこともいろいろ言ってしまいましたので、お気を悪くされるような
発言があったかもしれないんですけども、この場を借りてお詫びをさせていただきたいと思います。長い時間本当にご清聴ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ちょっととりあえず2、3分ちょっとアンケートの方を書いていただければと思います。アンケートちょうだい。アンケートある？じゃあちょっとまだ途中かと思いますけれども、そうですね、ちょっと時間も押してますんで、じゃあ質問はですね、まだこの後折り返の時に個別に、はい、まだいただければと思います。じゃあすみません、書いてる途中で申し訳ない。じゃあとりあえずこれで一旦第一部終わりますので、でも、ありがとうございます。ちょっと個人的にはですね、ちょっといろんな意味でですね、過去のちょっとベスト3に入りますね。今日の120回やってきて、すごいなと思いました。すごいですね。これあるいは独立企業とか会社経営、小さな会社をこう経由していう意味でも、今日はヒントそういう意味でのヒントも相当たくさんあったと思いますね。もうまさに弱者必勝の、経営戦略というか、大儲けは絶対やらないというか、大儲けは伸びてもできないですけど、どう見てもなんか人生がですね、なんかいろんな意味で、すごいなと思うんですね、全てなんか、いや、私ははっきり言ってここまでの人とは全く思わなかったですね。なんなら受付の、組がですね、ちょっとレポートとか将来看護の資格取って何かやりたいとか言って、いや絶対この人とか思ってたんで、実はこの本も全然読まずに今日は勝手にしてやったんですけど、非常にこう、来てもらってよかったなと、一緒に思いました。どうもありがとうございました。じゃあとりあえず、書いてる途中の方もおられると思うんですけど、書いた方は受付の本ですね、後で出してください。で、どうしてもこの場で入らないという人はまた、後で、ファックス、これベルテンポさんの方にファックスを送っていただいても構わないので、よろしくお願いします。はい、じゃあすみません、一旦、ちょっと中2階の方ですね、ちょっと上がっていただいて、こちらの列食パーティーの準備しますので、よろしくお願いします。
講演会をやることになったっていうことを見まして、まあ、一度会ってみたいなと思ってホームページをまた見てましたら高橋さんのことが載っていました。で、今先に話した美濃というものとは30年来の友人なんですけれども、美濃さんぜひ高橋さんの話を聞かなきゃいけないと言って私が誘ってきましたので、今日はおまけのようなものなんですけれども、こういう会を福岡でやれて羨ましいな、浜松でもいつかやってみたいなと思っています。この折はまたよろしくお願いいたします。ありがとうございました。会社こそ辞める予定で休職中でございます。誰か求人を求めている方がおられましたらぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、皆さんこんばんは。山口県は下関から参りました、前原と申します。奇遇ですけど、萱野さんとは同い年で大学も学部も一緒だったということで、まあ、萱野さんからしたらそれがどうしたって言われそうだけど、まあそういうことです。それで高萩さんは正直ローマークだったんですけど、今日萱野さんもベスト3に入るよって言ったけど、私も本当いろいろ講演聞きましたけど、確実にベスト3に入るなと思って、目から鱗が落ちるほど敏感じゃないですけども、なんかこうモヤモヤとしとった糸口はなんか見つけられたかなという気持ちで、今日は本当に感謝しております。どうもありがとうございました。どうぞ。もう終わった。福岡の専門学校のヒルマンアカデミーに行ってます。学生の北部です。今は休職中ですので、誰か求人があったら頑張ってきてください。よろしくお願いします。はい、こんばんは。私も下関から、今日今回初めて来ました浜口と申します。先ほども挨拶した前原さんとは、私、東京で会いまして、現代も似たようなわけでございますけど、今回本当先ほど話しちゃった高橋さんの、私も本当旅行業者の話で、なんかこの参考な話があったなって半分疑ってきました。全くそれから目から鱗というか、旅行業のことからサービスの質まで、大変参考になりました。これを会社に持ち帰して、しっかり参考に、返していきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。定年という看護犬に片足を突っ込んでおります加藤と申します。定年後は福祉の仕事をしたいと思っています。たまたま今日私福祉住環境コーディネーターという試験を今月中に受けようと思うんですけど、コーディネーターというのはこうでないとねって言われました。まあそういうことで今日は非常に福祉の話に感動したということです。どうもありがとうございました。この度初めてですね、こちらの女子高校に参加させていただきました。私は東京都大学バルエンです。探偵によりますと、なかなか皆さん、接触会がないと思われますけれども、もちろん接触会がない、越したことはないですから、ですから、一応今回ですね、皆様とお会いしたことをしていただいて、認識を出していただいた後にですね、個人的なお悩み、また、もしくは会社でのご相談ということがございましたら、よろしくお願いいたします。こんばんは。私は、太田と申します。太田屋仏具本店という仏壇屋でございます。皆さんあまり縁はないと思うんですが、お盆前ですので、一度私とお話をしていただければと思っております。中洲の裏側の針吉というところで、昔からやってるんですけども、小さな仏壇屋ですがやっております。何卒よろしくお願いします。どうもありがとうございました。皆さんこんばんは。
堀内康彦と申します。弁護士をしております。4月に独立いたしまして、この会で一生懸命勉強して、事務所をしっかりと広げていきたいというふうに思いまして、参加させていただきました。今後ともどうぞよろしくお願いします。はじめまして、武田と申します。今まで素敵な出会いといえば、女性ばっかり追いかけてたんですけども、最近はもうそんなのもいいからと、思いまして、素敵な人と出会いたいと思って今回参加させていただきました。よろしくお願いします。駐車しています。今日なんかわけわからず初めて来たんですけども、なんかとてもいい話聞いて、またぜひ次も参加したいと思います。ぜひよろしくお願いします。こんばんは。福岡総合調査事務所の内田と申します。私はですね、一応個人から企業の信用調査、それは当たり前にして、あとはですね、総合関係の事務所の方をやっております。で、通常は50日間の依頼の方が多いんですけど、ほとんどの相対数みたいなものは全く人気になっておりません。で、また調査のことでありました。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。私、尾形はじめと申します。現在外資系 の生命保険会社で働かせていただいておりますが、実は2月にアメリカの方から帰ってきたばっかりで、日本に来て転職で今の会社に入ったんですけど、生命保険の会社があまりにもイメージがあったので、それで宿泊している状況でございます。今の生命保険のイメージの悪さを私が日本から変えさせていただきたいと思って、頑張りたいと思います。皆さんお力添えをよろしくお願いいたします。はじめまして、こんばんは。お弁当の働かというお弁当屋で今働いています。お昼は軽く元気にお弁当を配ってくれて、今回初めて参加させてもらったんですけど、ね、自分も少し興味がありましたので、すごくいい話を聞けてもらっていただきます。より多くの方も話をたくさんしたいと思いますので、よろしくお願いします。はじめまして、西村です。僕は別の九州電会九州ビジネスネットワークの方に参加しているうちに、わけのわからないアクア観光セリーマネージャーこんばんは、中村雄二と申します。ファンファイルの中村雄二と同じ漢字の中村雄二なんですが、それで覚えていただければと思います。この会を通じて皆様の、会社あるいは福岡日本が、より豊かに、なればいいなと思いまして、ご参加しました。これからもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。Thank you.
こんばんは、はじめまして。中国の料理商 COC から参りました。外勤です。今日は中国から来られた。10年前に中国から参りました。今、インターネット関係のビジネスしておりまして、これから中国の上海に向けて事業を展開しているところです。今日たくさんの方と情報を交換したいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、どうぞ。あ、皆さんこんばんは。自分もですね、この3月に、地場のメーカーの基本対象を出しました。4月から給食を活動するようになっています。今再就職支援の会社に登録しています。そこで知り合ったのサブページの方から僕ら天ちゃんの扱いがよくと聞きました。今日はちょっと出席されてないんですけど、で、自分も副所とですね、先ほども一人出られたんですけど、副所環境コーディネーターという勉強をしてます。まず、あ、は副所の方でシルバー産業とかそういう会社に入ることが必要になりましたし、出席させていただきました。ありがとうございました。はい、どうもでした。皆さんこんばんは。本日、福岡大阪の方より今現在ですね、某国内保険会社の方で今年の、11月1日には開業予定です。皆様、最初保険の方でお困りのことがありましたら、はい、これなんかチラシかなんかチラシあります、はい、チラシは
はい、で場所はお約束通りのアスベというカラオケボックスがあるんですが、その下の1階地下1階の多目的ホールバスというところでありますので、もしご登壇方は行ってください。よろしくお願いします。はい、安いですね。800円。なんと安い、800円でもうありがたいようだ。はい、どうも、ラッシャー。はい、ちょっと静かにお願いします。はい。